ル登録してくれると嬉しいな。皆さんこんばんは、元男の子の青吉です。今日はじゃん、はい、マクドナルドで久しぶりにお持ち帰りでハンバーグを買ってきたんだよ。ハンバーガー、ちょっとね、楽しみのものなんです。わかるかな、ダッサーイ。はい、裏照り焼きマックバーガーという商品買ってきました。なんかね、今裏シリーズみたいなものがやってるそうです。ここに書いてあるんですけど、たまにしかマクドナルド行かないんですけど、新商品出るとね食べに行きます。あともう一つチキンナゲット買ったんですけど、それもね新しいソースでテリマヨソースというのがあって、ちょっとね動画で紹介する前に我慢できなくて食べちゃったから、今回はこれだけなんですけど、フィリピンいきなりなんだけど、フィリピンのねジョリビーっていうハンバーグチェーンがあるんです。マックみたいな感じ、フィリピンだけでしか展開してないのかな。そこのねチーズバーガーっていうのかな、すごい好きで、なんでフィリピンかっていうと、私のおばあちゃんが母方なんだけどフィリピン人で、でおじいちゃんがスペインの人なんですね。全然ハーフに見えないけど私は。でよくちっちゃい時連れてってもらって、なんかねチーズバーガーの中にねすごい美味しいソースみたいの入ってて、びっくりしたのが、そのチキンナゲットに入っているテリマヨソースがすごいそっくりでした。だからあまた食べに行こうかなと思ってますね。チキンナゲットのテリマヨソース、すごいおすすめです。早速ちょっと食べていきましょう。おいしそう、うまそうだな本当に。朝今、7時で、なんで今これあるかっていうと、これ昨日の夜中にもうすでに買ってるからだいぶ冷めちゃってるんだけど、あすごーい、おっきい。何が裏なのかなと思ったけど、こんな感じです。中身なんかね普通のテリーマヨバーガーとちょっと違うかな、分厚い。ここにベーコン入ってる、見えますかね。ここのねマイクで音が拾えるかも。うまそう、いくよ。うん、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 おいしい、おいしい、おいしい。あー、なんだろう、何が違うの。久しぶりにテリマヨテリ、おいしい。いいですね。なんかねベーコンと一緒に食べると甘みが増した感じする。これ1個で十分ですね、ボリューム的に。うん、うん、うん、本当おいしい。ごちそうさまでした。あのね
他にも好きなバーガーとかあるから、また動画で食べれたらいいかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。